洪水線、洪水線、洪水線は川の水の氾濫を利用したオランダ独自の国土防衛方法。堤防を意図的に決壊させることにより土地を水浸しにし、ボートで進むには浅すぎ、歩いて進むには困難な沼地とする。これにより敵軍の進行を阻む。英語の読みのままウォーターラインと記述される場合もある。この洪水線は スペインとの80年戦争のあった16世紀頃に、オラニエイコールナッサウケのフレデリック・ヘンドリックにより使用され、その後1960年代まで改良が行われた上で設置されていた。スペインに対する80年戦争の初め、オランダ人は洪水を起こした地域が敵軍に対して素晴らしい防御地形となることに気がついた。実際に彼らは1574年に、 ライデンの戦いにおいてその効果を確認した。ただし、この時は真夏の活水期だったため、堤防の破壊から実際の洪水まではかなり時間がかかっている。戦争の後半では、ネーデルラント連邦共和国の経済的な中心地、コラント州などが、スペインの軍勢から解放された。オラニエコー・マウリッツは、ワール川の下流にあるゾイデル海。 現在のアイセコより要塞化した土地による防衛線を築くことを計画した。1629年、マウリッツの弟のオラニエコー、フレデリック・ヘンドリックはこの計画を実行した。水路は防壁と砦により構築された。洪水線を横切る壁に砲が設置された、要塞化された町が、その防衛線における戦略拠点として作られた。 洪水を起こす地域の水位は、徒歩で前進するには、非常に困難であるが、ボートを使うには、防御側が使用する銃を乗せた、平らな底のものは覗き浅する程度に調整された。水面の下には障害物、例えば、溝、落とし穴、有刺鉄線、地雷が隠されていた。防壁を抜ける、唯一の道に沿って並んでいた木々は、戦時には、酒もぎとなった。陶器には、 水位は氷結を防ぐためにも利用された。その一方で氷自体は防御側から射撃しやすくするために前進する兵を露出させるための障害物として使用するためにバラバラに砕かれた。オランダの洪水戦は設立後1672年の第3次英乱戦争や類14世による仏乱戦争でフランス軍を停止させ、 設立されてから40年以上もの間その価値を証明した。1794年から1795年の大陸軍のみが洪水を起こした地域が激しく氷結したことにより、洪水戦により生じた障害物に打ち勝つことができた。1815年にワーテルローの戦いでナポレオンを敗北させた後、オランダ連合王国が作られた。 ビデム一世が洪水戦を最新化しようと決めた後、この新たな洪水戦はユトレヒトの東側に一部移動し、次の100年でオランダの洪水戦は19世紀にさらに拡大されつつ近代化された新洪水戦となった。これにはイギリスのマーテロー等を連想させる遠筒型の砦を含んでいた。この防衛船は1870年の不仏戦争と、 第一次世界大戦において、動員され準備されたが、使用されることはなかった。第二次世界大戦において、洪水戦の土とブロックによる要塞化は、最新の砲兵と爆弾に対して長い包位を持ちこたえるには弱すぎた。この点を補強するため、多数の統治下が作られた。しかし、オランダはより東側にある防御船、グレッペ防衛船を使用する子に決めて、 予備として、洪水戦を使用することにした。グレッペ防衛戦が5月13日に突破された時、陸軍は洪水戦に撤退した。しかし、最新の戦術では強固な固定防御戦、例えば、フランスのマジの戦は迂回し、方位にとどめることができた。オランダ軍がグレッペ防御戦で守りを固めて戦うな、ま。ドイツ軍の空挺部隊は、コラント要塞の中央であるムールダイク。 ドルトレヒとロッテルダムを奇襲し、その南との接続点にある主要な橋を占領することができた。抵抗が続いたため、ドイツ軍はロッテルダムを空爆し、オランダ軍を降伏させた。さらに、同様の脅しをユトレヒトとアムステルダムに行った。そのため、1940年5月におけるオランダの戦いでは、洪水戦は何の役割も果たさなかった。 第二次世界大戦の後、オランダ政府は、ソビエト軍の侵入に対応するために、洪水戦の考えを再度検討した。この三番目の洪水戦は、より東のヘルダーラントにおける、アイセル川に設定された。ソビエト軍の進攻時には、ライン川とアール川から、水がアイセル川に流れ込み、川とその周囲の地域を氾濫させる予定であった。この計画は実行されることなく、 1963年にオランダ政府により中止とされた。現代でもほとんどの砦はほとんど無傷で残っている。洪水線はその自然の美しさに対して関心が持たれている。自転車での旅行及びハイキングの際の目的として洪水線が挙げられている。砦の一部は自転車旅行者のための宿泊施設となっている。他にもユトレヒト大学が豊富ティクトリデに 植物園を作ったり、様々な用途に使用されている。要塞線独特の性質により、この要塞線はアムステルダムを囲むようにはとなっているため、オランダ政府は、この防御線全体をユネスコの世界遺産の候補にノミネートることを考えている。洪水線の弱い点を強化するために、取り出や要塞化された町が作られた。全般。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。